こんにちは、はじめ研究所のはじめです。今日はこちらにある 3D プリンターの説明をします。 3D プリンターはロボットの部品を作ったり、またロボットの設計段階で実際の試作モックアップを作ったりするのに役に立ちます。3次元で設計したものがそのままの3次元で出力されます。 CAD のソフト上、パソコンの画面では3次元の表示はするんですが、やはり実際手に取ってみるとまた新しい発見やアイデアが出てきます。これが 3D プリンターで出力したロボットの拳です。データはパソコン上で CAD というソフトウェアで作成しました。中が、こういうふうになってます。空洞になってます。データの作り方によっては中をもう完全に樹脂で埋めてしまうこともできます。わかりやすいためにカットしてます。またこちらが 3D プリンターで出力した看板です。文字が浮き上がっています。材料はプラスチックです。ここでは PLA というものを使っています。直径が1ミリぐらいの細い線になっています。これをここにポンと置いて、そこからこのヘッドの方に樹脂を入れています。で、このヘッドで、樹脂を200度以上という高温に温めます。そうするとこういった細い、樹脂の線ができてきます。で、それをこの台の上に順番に積層を重ねていって、3次元の立体のものが出来上がります。台がですね、造形の時は一番最初はこの状態からですね、台がこう動いて、前後と左右に動きます。で、そうすることでこの平面上を自由に移動できます。で、1層目の出力が終わると今度は1段下がって、でまた同じように前後と左右に動いて出力をします。で、2層目の出力が終わるとどん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 下がって、最終的には造形物の高さまでこの Z の軸が高さ方向が下がります。今ノズルを、こちらのノズルを温めました。ここに糸が出てきているのがわかるかと思います。ちょっと見にくいですね。なんかあれば、見えますかね。こんな感じで、細い、これ 0.2 ミリですかね、今それの、樹脂が出てきました。で、これをこのプラットフォームの台の上に
重ねていって造形を行います。印刷するデータはこのようなものです。完成しました。今から剥がします。サポート材はきれいに剥がせます。斜めの線が少し、粗くなってます。積層ピッチを 0.2 ミリにするともう少しマシになったかもしれません。これで2時間ほどかかりました。